ス狙ってんのか。頭のチャンネル、皆さんどうもこんにちは、ナモです。早速スパイファミリーの方を見ていきましょうかね。はい、スパイファミリー第1話を見ていきたいと思うんですけれども、その前にちょっとスパイファミリーの私が知ってる情報をちょっとお話ししとこうかなと思います。私はスパイファミリーは実は原作読んだことあるんですよね。何年か前にもうなんかジャンププラスでめっちゃ面白い漫画みたいな感じで話題になってたんで読んだんですよね。で何話まで読んだのか覚えてなくって、ストーリーも結構なんかうろ覚えの状態なんですよね。ただ覚えてるのはアーニャが可愛いってことだけです。そして今回待望のアニメ化ということで、しかもね、この制作会社さんがウィットさんとクローバーワークスさんっていう超豪華アニメ会社タッグで放送するということなので、もうこれはもう見るしかないですよね。はいはいはい、今回は神原作×神アニメ会社×神アーティストっていう神アニメしか想像できないっていうところでむちゃくちゃ楽しみにしてます。なんか神神神って神を連発しすぎて神が安っぽく聞こえてしまうかもしれないんですけど、まあ、めちゃくちゃ期待してます。はい、ということで早速見ていきましょうかね。スパイファミリー第1話です。 GO! 頭のチャンネル、じゃあ行きます。3、2、1、GO! 始まりました。スパイファミリー第1話です。大使館まではどれくらいかね。おそらく20分程度かと。ん、不穏な空気が流れて、あーあー、ガードレールから飛び出た車が爆発、事故死という名の暗殺ですよね、やっぱりね。我がウェスタリス、西国、主人公側は西国やったっけな。黄昏がエージェントの海外団地がずら写真おもろい。確かこのエドガーさんのマスクが主人公じゃなかったっけ。あ、やっぱりそういうフラグですよね。はいはい、これはルパン現象ですね。カリオストロ城のコードネーム、うわイケメン、黄昏イケメン。男は100の顔を使い分けながらその戦場を生き抜いていた。あはん、ロバートね。僕たち別れよう。まあ写真をゲットできたからこれでさよならってことね。そうですよね。黄昏さんめっちゃいい声してる。誰やろ声優さん。うわ綺麗な列車、ハリーポッターみたい。にゃん、今のナチュラルな感じいいな、スパイって感じ。デズモンドの顔めっちゃ怖くない？へー、あー、そういうことでファミリーを作れってことね。子供をこの学校へ作成更新会へ参加させよう。あー、スパイも大変やな、影の活躍者やな。あ、黄昏、全てはより良き世界のために。オペレーションストリクスミッション1。ストリクスめっちゃかっこいいやん。めっちゃ見てる。多分盗聴器とかないか見てんねんやろな。そうやんな。しっかりしてるわ。次はロイド・フォージョーっていう役ですか。お子さんはこれから決めます。すごいなこの孤児院、ボロボロやん施設。ロイドさんめっちゃ顔美しくない？出ましたにゃー、かわいいね、不気味でイケスカンガキアーニャがめちゃくちゃかわいいやん。なんかアーニャ、え、キラキラしてない周り。確かアーニャは人の思ってることを読めるんやったよな、確か。で確かな、アーニャちゃん、あか、ネタバレになるからあんまり言わん方がいい、ちょっとやめとこ。ちょっとやめとこ。バレてるじゃん。バレてるじゃん、スパイ能力。やっぱりそうやんな、人の心を読むことができたやんな。へえ、あ、そうやってんや。
アーニャの過去もなかなか壮絶やな。もともとの親子か。なかなか かわいい。チチチチずっと前からチチの子供のアーニャです。いらんこと言うな。ワクワク、かわいいな、アーニャ。かわいい。ああ、心読めるから。あ、隠れてる、アーニャ。かわいい。このデコボコ感いいな。デコボ感っていうか、こっち リアルやのに、リアル真面目やのに、こっちほんわか感みたいな。あ、やばい、バレてる。うわ、バレてる。あーくアーニャお買い得だよ。ピーナッツ、癒しやん。アーニャめっちゃ可愛い。顔死んでるけどめっちゃ可愛いねんけど、はためから見たら。すごい努力家やな。すっげー、今のパラパラだけで全部読んだん。速読にも程がありません。任務が終わったら孤児院へ戻す、それはどうなりますかね。そうなのよね、アーニャ勉強できひん子やったのよね、確か。え、あのさ、ロイドの声優さんってさ、もしかしてさ、いい、アーニャの、あ、ここはつながってるわけね、タバコ屋さんと。さすがですね。めっちゃ名前あんねんな、アーニャ。アーニャ大丈夫？アーニャ危ないよ。心の声聞けるって便利やな。え、大丈夫？そんなことして、え、大丈夫？ピーピキピピピって、え、やばいやん。黄昏参上、お、煽ってる、めっちゃ煽ってるやん。え、それやったん、アーニャ自分で、それともたまたま。アーニャの髪型かわいい。そんな過去があったのね、アーニャ。そうですよな。大丈夫、この家、この家庭、ドアの前にゴミ箱置くって。怪しすぎん。いますね、これは気づきますね、さすがに。わあ、かっこいい。うー、かっこいい。バトルシーン、やば、めっちゃかっこいいやん、ロンデさん。あ、バレたんか、バレたんか、スパイってこと。あ、後ろ後ろ後ろ。まあ、すぐ殺すね、音の出ないピストル。これ確か黄昏やったっけ。あ、ごめん、ちょっとネタバレしちゃった、ごめんなさい。そうだよね、そうだよね。優しいやん、ロイド助けに行くの。うーん、アーニャ分かってんもんな、父嘘つきって。あ、優しいな、ロイド。あ、そっか、アーニャのさ、周りのパチパチパチっていうのは能力使ってる時のあれか。あー、そうなんや。わ、さすがやな、トラップとか。小麦粉はやばいやつちゃうん、バコンって爆発するやつちゃうん。うわ、さすが、めっちゃかっこいいな。
なんかレオンを思い出すわ。うわかっこいい。大丈夫、エドが仕返しとかしてこやんかなこの後全部心読めるから嘘つき父ものすっごい嘘つき。あーかっこいい嘘つきね。まあかわいいアニャ。あ、そろそろエンディングかな。頑張れアニャおお。お疲れ様です父。アニャ、アニャかわいい、戻ってきて。わ、これでオープニング、やば、めっちゃおしゃれやん。やば、星野源さんがオープニング歌うだけでさ、スパイファミリーの雰囲気ガラって変わんねんけど、めっちゃおしゃれになる母存在しない。かわいい、素敵俺の命狙ってんのかおつまり母が必要ってことですね。はい、終わりました。ちょっと待って、予告かなこれ。ミッション2、妻役を確保せよ。うわー面白そう。はい、ということで見終わりました。感想に行きたいと思います。お玉のチャンネル。はい、ということで改めて感想に行きたいと思うんですけど、いやさすがですね、本当にさすがとかしか言えません。スパイファミリーはストーリー分かってたんで、アニメにめちゃくちゃ集中して見れてたんですよ。今回はもうアニメの動きやったり雰囲気やったり、あと皆さんが言ってた声優さんにフォーカスして見てたんですけど、よかったですね。いやみんなが種崎さんを推す理由がマジで分かりました。あれ、ジュジュ様とほんまに同じ声優さん、やばくないですかやばいしか出てない。なんか小学生とか中学生の人が声優さんやってるんですかって聞きたくなるようなアーニャのあの幼女っぷりがマジでびっくりした。しかもな、なんかアーニャが心の底から出してるような声が出てくるんですよ。マジで声優さんうまいなって思いますわ。星野源さんの良かったね。おしゃれ度が2倍3倍になりました。あとスパイファミリーの背景かな、あの家とかさ街並みとかさ、めっちゃおしゃれじゃなかった？めっちゃ細かくてめっちゃ丁寧に作られてて、いやもうさすがですと思った。で作画も、まあ、もちろんもう言うことなし、もう文句なしでめちゃくちゃ良かったし、ロイドもかっこよかったしっていう感じですね。はい、私ちょっと感想言い過ぎたかな、ちょっとコメント見ていきたいと思います。え、あ、そうなんや、スパイしながら精神科医も普通に仕事してるんだよな。ロイドやべえな、だから気失ってんな。父も演じながらスパイも演じながら精神科医も演じながらってことは、三役演じながらプラスアーニャの勉強も見てたってことやろ。ブリ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 、すごいな、すごいな。アーニャの顔が、顔芸が光る。確かにアーニャの顔芸も可愛かった。声も可愛いし、普段の顔も可愛いし、顔芸も可愛いって最強やん。アーニャもしかして今期のヒロインですか今期のベストヒロインかな、アーニャ配信者の方がネタバレする新スタイルすいません、原作読んでたんでちょっとストーリー分かっちゃってたんですよね、すいません。あんまりポロって言わん方がいいかな知らんふりして見るのも違うなと思って、ポロって言っちゃうかもしれない。どうしよう、ちょっとあのネタバレは言わないようにするんで、原作を見てない人も多分いるので、ネタバレは言わないようにしていくんで、どうぞよろしくお願いしますにゃんこくさん、あーにゃ、今期春アニメのヒロイン枠確定ですよね。ほんまそれ、ほんまそれのポーズ、ほんまそれ確かにあーにゃ有能ですよね。暗号文打ててましたもんね。でで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 でって、あれって分かって打ってたってことですもんね。あーにゃ賢いやん、やっぱり。
原作連載は黄昏の過去編に突入しています。そうなんや。そう、過去編とか私めっちゃ好きで、過去編ってなんかあのキャラクターがそういうキャラクターになるまでに至った過去が描かれるわけじゃないですか。だからそのキャラを深く知ることができて好きなんですけど、そうなんだ、原作は黄昏の過去編に突入してるんだ。うわ、面白そうですね。これは原作がまた売れますね。確かにルフィーナさん、だいたいズラの写真でここまでやるか。いや、ほんまそれ確かに、あれやもな、根源はズラ写真でしたもんね。ほんまにおもろい。マスクドニャンさんの父すごい嘘つきって可愛い名言ですね。いやー、わかる。確かにめっちゃ可愛かった、父嘘つき嘘つきって言ってたけど、でもね、優しい嘘なんですよね、かっこいい嘘なんですよね、それがいいですよね。いつかさ、ロイドがさ、アーニャが実はエスパーやってことが知る日が来るんですかね。そうなったらそうなったでまた面白いですけどね。1話でロイドとアーニャの人間関係の構築と成長を描いたことが2話目以降を考えると大事。確かに今回の1話で結構アーニャとロイドの親子関係が構築されましたよね。難を乗り越えた2人は一歩成長したんちゃうかなと思います。ルフィーナさん、種崎さんはもともと母の夜役志望でしたね。あ、そうやってんや。知らんかった。さすが先生、よく知ってるね。よく知ってるねってよく知ってますね、すごい。でもさ、種崎さん、アーニャめちゃくちゃ敵役やと思ったんですけど、めっちゃ良かった。種崎さんすごかったですよね。うわ、面白い。モアハッピーさん、精神科医ってことは今後アーニャの能力との絡みが何かあるのかな。めっちゃ面白い。なんか今後アーニャの過去に遡るみたいなことがあったら面白い。アイコレクトさん、あの添い寝は破壊力抜群。いや、ほんまに私あの時多分反応気持ち悪かったと思う。かわいいみたいな、かわいいっていうようなリアクションを取ってたと思う。ちょっと気持ち悪かったと思う、すいません。アイコレクトさん、 A 役の配信だとパパになってるけど父ってパパとは意味合いが変わるのよね。あ、そうなんや。 A 役の配信だとパパになってるんですね、知らんかった。でも間違いないですね、父とパパって意味合いが全く違いますよね、日本語では。これはね、多分日本語じゃないとわからないですよね。まあでもここは仕方ないですね、翻訳の壁があるんで。父という呼び名の魅力は日本人にしかわからない感性かも。あ、本当ですね、それ、私が言いたかったこと、そうです。にゃんこくさん、ありがとうございます。ということで、そろそろじゃあ時間になりましたのでお開きにしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。やー。